皆さんこんにちは。サンフレッチェ広島クラブリレーションズマネージャーの森崎和幸です。2022年10月10日は世界メンタルヘルスデーになっておりますので、皆さんには今一度メンタルについて考えていただきたいです。僕自身もプロサッカー選手時代にメンタルの不調に陥ったことがあります。最初は不安や恐怖に襲われました。ただ回復への一歩となったのが現実を受け入れたことです。現実を受け入れたことで自分自身を責めなくなり、周りのサポートに頼ってそれが、自信を取り戻すきっかけになりました。必ず良くなりますので、皆さん一緒に乗り越えていきましょう。